国定忠春海江年十二月十一日は、江戸時代後期の教閣である。国和脇地である、上野国助くらい軍国定村に由来し、本名は長岡忠次郎。後に幕都となって、上州から新州一帯で活動し、トークとして一帯を実質支配する。天保の大基饉で農民を救済した教閣として、講談、老曲や映画、新国劇。 大衆演劇などの演劇の題材となる。赤木の山も今宵限りかの名文句は有名である。群馬県伊勢崎市国定町の近城山陽樹寺と、群馬県伊勢崎市栗輪町の前王寺に墓がある。現在まで残っている彼の肖像画は、足利の画家である、田崎総雲の手によるもの。茶店で一度すれ違っただけだが、その時の印象を絵に残したとされる。 上野国助くらい軍国庭村の豪農の家に生まれる。国庭村は赤木山南独の村で、生業は米麦栽培の他のおか漁業として、養蚕も行われており、長岡家でも養蚕を行っている。長岡家の母大寺である養樹寺の母妃によれば、父は国庭村の百姓を与えご左門、母は校歌2年5月14日に死去している。父、与えご左門が、 文政2年5月20日に死去したため、忠春は青年期に無宿となり、家督は弟の友蔵が継ぐこととなった。弟の友蔵は、養蚕のほか、糸間優勝を起こし、無宿となった忠春を庇護している。忠春や友蔵は、長岡家の母大寺である、幼寿寺で寺小屋を開く、住職定前に学んでいると考えられており、幼寿寺には、 友蔵の忠春宛て金借用証文も残されている。忠春は、上州瀬田軍、大前田村の幕と、大前田英五郎の縄張りを受け継いで百村の親分となり、日光霊兵士街道、愛野宿の境町を拠点とする幕とで英五郎と、敵対する島村伊三郎と対峙する。忠春は、伊三郎の縄張りを荒らし捕らえられたが、伊三郎から除名された。 しかし、忠春は伊三郎に縁婚を抱き、古文の三木文蔵が伊三郎の一派と異境を起こしたのをきっかけとして、天保五年、忠春は伊三郎を殺し、その縄張りを奪うと、一時、関東取締り出役の管轄外であった新州へ、退去し、上州へ戻ると一家を形成する。その後は、日光霊平市街道の玉村塾を本拠とする、玉村京造、朱目兄弟と対立し、 天保六年には、玉村兄弟が、三能堂村の民五郎の賭場を荒らしたことを発端に、対立が激化、三能民五郎に、古文二人を差し向けて、玉村兄弟を襲撃し駆逐する。また、忠だ春はこの頃発生していた天保基金に、際して遠くの村々への賑やか、旧を行うと正式流の消華数件に押し入り、現金を奪うとともに、消華の娘数人を強姦することを繰り返した。 施しの記録としては、子供の頃から知る老婆に、銀一枚を与えた話が残っている。天保九年には、余良伝の賭場が、関東取締り出役の保守により襲撃されみき、文蔵が捕獲され、忠春は、文蔵奪還を試みるが失敗し、関東取締り出役の追求が厳しくなったため、逃亡する。忠春は文蔵に加え古文の神崎智五郎や八寸。 サイスケラーも処刑され一家は打撃を受けた。さらに、天保12年には、ただ春の合図逃亡中に、玉村和馬が三農民五郎を殺害して、反撃に出ると、翌天保13年にただ春は帰還し主名を殺害する。関東取締り出役は、天保10年に、出役の不正を摘発し人員を一新して、体制の強化を図り、ただの捕獲を試みているが、 天保13年8月に忠春は、道案内の三室勘介、田良吉親子を殺害し、勘介殺しにより、中山誠一郎ら関東取締出役は、警戒を強化し、忠春一家の一斉手配を行う。また、天保13年には、老中、水野忠国が、将軍、徳川家義による、日光三景を67年ぶりに起都し、 同年4月13日から4月21日にかけて実施された。これに伴い幕と無宿の取り締まりを強化した。ただ春は、新州街道の王戸の関所を破り、合図へ逃れるが、日光円蔵や朝次郎らの古文を失っている。ただ春は、高下3年に上州に帰還するがこの頃には中部を患い、嘉永2年には後目を古文の境川安五郎に譲る。ただ春は、 上州に滞在し遠くにおいてかくまわれていたが、翌火 a 三年八月二十四日には、多部依存名詞家において、関東取締り出役によって捕獲され、一家の主要な子分も同じく捕獲された。捕獲後は、江戸の環状奉行、池田来宝の役宅に移送され、取り調べを受け、古伝魔城の老屋敷に入牢爆地、殺人、殺人教佐東西名は、主従あったが、 最も重罪である、オード書の関所破りにより時の勘定奉行、道中奉行、池田来宝の申し渡しによって、上野国あず郡群、オ村オード書に移送され、王都処刑場で、貼り付けの刑に処せられる。去年41、忠春の遺体は3日間晒された後に取り捨てられた。首を含めた遺体は、何者かに盗まれ、国定村の幼女寺住職、法院定前の、 一冊によれば、定前は、忠春の首を密かに寺にもらい受け、供養したという。その後、関東取締り出役が探索を強化し、定前は、忠春の首を再び掘り起こすと、別の場所に秘匿したという。定前の一冊によれば、戒名は、長岡へ放褒まれ花落古寺、禅王寺にある墓周囲が柵で囲われている。忠春の十三回帰にあたる文久元年には、 平前が死去し、同年9月には、大戸村の土屋十五郎、元宿村もしくは大菓子木村の霞、東西門を世話人として、大都形状後に、忠だ春地蔵が増留された。また、群馬県伊勢崎市ぐじゅわ町に所在する前王子には、忠だ春の妾、菊池徳が増留した、情けぶ家奮があり、忠だ春の戒名を、誘導ばならくとしている。1882年には、 長岡家の獅子であるゴンタにより、忠だ春夫妻の母子が混流され、悲鳴は、元伊勢崎藩の呪者、荒井鈴目里が手掛けている。明治に入り、江戸時代に役人を手こずらせた人形のものとして、イメージの改変が行われる傾向があるが、国さだた春は、その影響の典型である。国さだた春のタバコ入れ愛演家であった忠だ春は、そろばんが付いた革製のタバコ入れを愛用していた。 こうしたソロン付きのタバコ入れは、王子のバクトラがよく使っていたという、戦前、編集戦門作品、編集、ありがとうございます。